シゲハルチャンネル僕らの国会皆さんこんにちは皆さんこんにちはこの元気ではない本当の元気の青山シゲハルです <laughs> はい令和六年九月十八日に収録を行っています今回のテーマは総裁選誰が勝つのかということで議員誰が勝つんですか <laughs> どひゃ <laughs> はいえー、<laughs> あのもっと怖く聞いてくれてもいいんだけど <laughs> ただね、今日が9月18日の水曜日、はいそうでですね水曜日でその地方からあ集まってくる党員・投友票,票とそれから議員が実際に投票する、で合算してで、おそらく決選投票までいくのが来週の金曜日ですから、だから1週間プラス2日あるわけですよね。でま,だまだ誰が勝つかというのは、とても言えないです、責任を持って言えない。あのはい これはもちろん全く逃げてるわけじゃなくてまあそもそも政治評論家や学者のお立場とは違うので誘導するようなことは言っちゃいけないのでもうこの人絶対大丈夫って言ったら票が逃げるかもしれないしこの人もうあと一歩でって言ったらなんか要するに僕は選挙でそこで絶対言わないけど応援に行っても言わないですけど一般的にはこれ選挙戦術ですね与野党問わず。だからそれにつながるようなことは言っちゃいけないです言っちゃいけないんですがそれだけじゃなくて客観的に本当に。 例えば自分のところが勝つと確信している陣営はないです現実に、うん、でいまだに僕のところには頼む頼むってあのいろんなところから来ます、はいえっと、秘書さんは完全にすっ飛ばしてもう個人的に来る、うん、朝から晩まで,、うん、でその様子から逆に分かるのがあどこも確信がないんだなっていうのが分かるその上でですね 客観情勢は、はい、今ここまで絞られています。はい。なんでしょうか。三足す一足す五イコール九。うん。だ九人がこうやってまあ三極分解してんですよ。うんうん、でこれがまあわかりやすい話にすぎないんですけど、上位三人で。はい。それで、えー、上位二人までしか決選投票に行けません。うん、はい。で えー、これはまあんこの中で誰が抜け出てるかっていうのも実は世論調査僕あんまり当てにしてませんが、はい、あのベッドの世論調査も実はありますけど、はい、それもやるたびに変わるっていう現状なんですよ、はあはいで。したがってこの中から1人落ちるわけですけどあのとりあえずここにある程度差ができてる。

それで例えばここの陣営の中からは僕にそ,のそこを青山さんに伸ばしてほしいって言ってこられたりしますが私はどこにも組みしませんので一、うん、人の議員に立ち戻って最終的に決めるだけですこと本音ですからそのまま言ってます、うんはい、ただ、まあ、なんとか3人にくらついていこうという方が一人いてこっからこっちはもうだめですね。決選投票に残る見通しは ないいですすこと言ってんすよ今それでこの中で、はい、決選投票になる前に自分をこっちに提供するっていう動きは間違いなく出てきますまだ出てないですまだ,出てない、えっと、まだ出てないっていうのは今がこれ18日の昼前後今。はい そうですお昼ですねだもんで今朝早くまで,です、はい、動くから分かりませんがうん、うん、18日水曜日の朝早い段階まではまだこう動,く動きは出てないけど絶対出るなぜかっていうとそもそも推薦人集める時にいろんな約束をしてるのが人によってはすごく多い人とそうでもない人といいますけどまあ多かれ少なかれあるのでそのことを考えるじゃないですか それで総裁選ってもちろんこれで終わりじゃなくてしかも人気は3年だけど無事に3年務められるっていう間違いなくこの総理ならっていう人はいないのでしたがってもうみんな次の頭に行くからここはここはもうここまではもう今のことでもう必死だけどこっちはもう明らかに次に向いてるんですよ。だもんで水面下でこのこう寄せてくるので。 それも要するに分からなくななくってる原因なんですよでメディアもこれ全然つかめてないですよ。はい、例によってっていうかあのここにいまだに僕も離婚できなくなってからも次第に来る人、まあ、激減したけどいらっしゃるけどえって質問ですよね。どうなりますかっていうあの質問して「いやいやこうなります」って僕は評論家じゃないけど答えるわけはないじゃないですか。うん 質問の仕方がいつも違うなと思うんですけど記者にも言ってますよアドバイスであのどうなりますかって聞くんじゃなくてあなたは青山繁治議員はこう動くべきですって国家国民のためにであなたは今どうしてるんですかってここ違うでしょうって言ったら僕は何か反応してそれが取材なんですけどそうまずないねで感じるのはあメディアはどこもこの実態をつかめてないなとで3プラス1プラス5 でこれが裏でその5の部分が動きながら最後まで流れ込むだろうと思うんで決戦投票まで行くことは100%と言っていいです間違いありません、はい、で5人についてはそこに届きませんの3プラス1がこプラス1も含めてまだ動く、うんはい、でより厳しい質問は そうですねじゃあ、質問なんですが総裁、うん、選、実際始まって派閥の力っていうのは今回、どうですか、うん、こうまだ現存しているんでしょうか強くあるんでしょうか衰えたねあ、そうですかこれ推薦人集めんとると,と情勢が変わったうんこれはね僕はやっぱり自由民主党っていう古い党が主権者に置き去りにされている証拠だと思うね。はい 推薦に集めて党員全く関係なくやったわけですそうで,す、ねね、でもちろんその県連会長の意思とか、はい、あるいは県会議長の意思とかすごい影響してるんですよ。国会議員は僕の選挙のやり方は全く例外で普通は衆参ともに、うん、参議院の全国比例っていっても、うん、例えば拠点にしてる県議会やあるいは市議会町議会、うん、そういう方々に支えられて あのいわば担いでもらって国会議員になってるそういう意味ではこう党員の意思が推薦に集めに影響しているように見えるかもしれないけど本当は違うい,いちいちそこでこう一般的な党員の意見を集約地方で集約したりしてないので、うん、したがって推薦に集めの時には派閥の力がすごく動いた。うん だから支持団体とかも全部派閥すると連携してるから全然派閥はなくなってないなと麻生派以外にも,もう同じことだなとてすごく感じられたんですよ唯一安倍派だけがやっぱり処分を受けてる人が多いので推薦になったりして目立ちたくないと要は一言で言うと目立ちたくない頭下げていたいと僕はそれ違うおかしいって言ったんですけどそこはもう説得できなかったいやもう今回目立つと余計やられるからともうすぐに総選挙来るし。 だから安倍派以外の派閥はみんな動いてたわけですところがですねこうやって本選になったら派閥が全然全然ってのは言い過ぎなんですよねある候補にはある程度効果あるけど効果が実はない証拠がこ,これなんですよね。はい、この人人人ねはいうち2人まででで派閥関係ないですようん、はい、それで残る1人もう 今までのの派閥ってのと違うな。うん、で、ここはもっと違うよはいろう、はい、じて4人目で食いついてるこの人は派閥ほぼ関係ないって言ってもいいねだもんで生前に集めの段階と本選になってからこんなに実は違うっていうのはあの自由民主党の本音の意識は いっ一,一旦って言った通り解体したように見,見せかけているけど本当は中身変わってませんねで推薦集めやってでそこで生き残った派閥の論理で生き残った人たちが本選やってみたら実は派閥の影響力は党員・うん、党友にはドンと押しててでそれが下から上がってきたんですよ。上がってきたというのはもうあの県連とか そういういところもやっぱ突き抜けて次の選挙で自由民主党の一番コアな支持層がどう動くかっていうのは直接響いてきてるからいやこれもすごい感じますよ特に衆議院議員はい守る、まあ、会が衆議院議員がもともと55で参議院が45なんであの、まあ、絶対数もともと衆議院が多いせいもあるけどやっぱり衆議院に知り合い多い,多いですよねとよく感じるんですよで下から下からっていうのそのだから 党員であっても要するに主権者ね普通の主権者からの突き上げであの情勢が変わってきてるんでこれは総裁選が終わった後にやっぱり自由民主党をこう突き動かすあのこう古いところにいようよとしてきた党ですよね一番その古いのが占領体制でいいとはいアメリカに支えてもらってアメリカ様の言うことを聞いてればいいっていうのが実は一番自由民主党の古い根っこなんだけど。 ひょっとしたら、この、こうやって総裁選で、試験者の側から揺さぶりを受けていることが、そこも。少なくとも、良い意味のひび割れができる、契機になり得るなと。だから、やっぱ総裁選、アフター総裁選がすごく大事。そうですね。はい、ありがとうございました。はい、では、今回のテーマは以上にしまして、こちらの反階層にいただいた感想文をご紹介します。若い頃はサラリーマンだからというだけで、社会党に。 公表し<ー>自民党員になるなど、ねうん、夢にも思わなかったのに、うんはい、ここ23年青山氏の推し活をしている自分に人は変われると思うこの頃です <laughs>、はい、<laughs> 9月7日に初版本を手に入れることができ、うん、早速読み始め半日ほどで完読いたしました。すごい半日 日頃、えー、独立講演会でお話しされている事柄が大半を占める内容でありましたがやはり一つの書籍として安倍総理とのやり取りなどその即跡等に触れますと臨場感いっぱいで感慨深く安倍さんや青山さんの人間性の素晴らしさや洞察力に感服した次第です。人間の弱い部分を克服し正義や信念を貫き通し一方で相手の弱さを寛容する。 青山さんのような方が日本国日本国の宰相にならずして誰が日本国をよみがえらせることができるでしょうか応援していますますますのご活躍を記念してやみませんはいご感想いただきましたありがとうございますありがとうございますちょっと一点だけ補足していいですか、はい、時間がないんで短く申しますが独立講演会の中身は永遠に非なのでこの本の中にも実は出てるわけじゃないんです、うん、それであの 独立講演会の、まあ、常連の方を中心にさっきのような感想をいただくんですけどこれ、正確に言うとですね、独立講演会もいきなり日の必要の,の日に入っていくわけじゃなくて必ず導入部があるんでその導入部の部分はこの中に反映されてるんですよ、はい、ただそこから先の必要の日のところは、実は出てません。削られてる部分 ねはい、でその完全版を出せっていうのもいてるんですが <laughs> はいそれちょっと出せないですね <laughs>、まあ、僕があの,のが好きなんですよ上で立ち止まるのは絶対嫌でバーンとねそれで死んだとするじゃないですかそしたらあの原稿をこう整理してたら出てきましたと昔の作曲家に多いですよねはい シューベルトの未完成だって本当に大事なところは多分抜けてるんで未完成って本人知らないままで僕の原稿ってパソコンに入ってるでしょねするとパスワードを突破してですねそれを誰かが漁らないといけないですね中国共産党かもしれない <laughs> はい,、はい、いやだからそれは考えることあるんですよそれはあの人間いいつどこで死ぬか分かんないからな 完全版は僕は出さないつもりですけど死んで知らないところでこ半階層反完全版」「著者三浦真美」「<laughs> <laughs> 監修益野優斗」っ <laughs> で出るかもしれないですね。<laughs> はい楽しみに <laughs> <laughs> はい、<laughs> ないと思います。はい、はい、えー、続いて独立講演会のご案内です。10月27日神戸にて開催されます。こちらは9月の20日からお申し込みスタートです。はい、えー。次を目指すための会であります。従ってえー、皆様この最中にお願いするのはもう本当に僕は心が痛むんですけど。できればさっき言いました。アフター総裁選次の。 段階次の自由民主党、次の日本、考えるのが本当に今、一番重要になってきているので、できれば、あこの次の総裁選や、アフター総裁選を睨んで、えー、党員になることをできればお考えください、お考えくだされば、あとは三浦市長ととっても写真の、はい、上手な河村市長。 はい。はい、動画の下の説明部分、はい、概要欄の URL から入投の申し込みをお待ちしております。はい、そして最後にチャンネル登録シリーズジェスチャー編です。はい。次は新しいジェスチャーです、はい、これ普通ワンコだよね。はい。ね。そうですね。ねはい。あのマリーっていう白いスピッツを僕子供時代に家で買ってて、はい、朝ごはんをあの。 外で食べるっていう習慣があったんですよ。日曜日の朝はね、はいはい、外ってまあちっちゃい庭ですけど、はい、そこにテーブルを出すとね、あのスピッツのマリが、<laughs> でここに何とかかろうじてしがみついて、はい、こうやってあ赤い可愛い下を出して、はい、で子供だったら僕がこうあげようとするとダメ。はい。交通事故で死んだんですよ。あそうですか。 車離られて赤い青を口から出してたのがもう生涯忘れられないですね。すねマリーではい。はい。はい、でではないんですよ。では,ではなくて一体何でしょうか。皆さん当ててください。はい。はい。そして今回は誰に <laughs> マリーですね。マリーに、はい、天国のマリーちゃんに、うん。マリー多分喜んでくれると思う。はい。うん。 僕のおじさんがたまたま家に遊びに来ててで僕は外でやっぱり野球好きだったんですよ、うん、当時スキーなんか知らないしモータースポーツも知らないおじさんがね「マリーが離れた多分死ぬで」って言ったんです本当にそれがショックで、ね、それでもあのグラブも <laughs> バットも投げ捨てて当然走っていったらさっき言ったような状態だったんですよ、うん うん、まあ、そのマリーが蘇って、あの肉球で、チャンネル登録。<laughs> 肉球で。はい、ぜひ、皆さんも、はい、チャンネル登録をお願いいたします。ます今回もご視聴ありがとうございました。一緒に、要、はい、はね、マリーもね、シリコン。